豊島、強いよね。序盤、中盤、終盤、隙がないと思うよ。だけど、俺は負けないよ。本局への抱負をお願いします。駒たちが躍動する俺の将棋を皆さんに見せたいね。羽生さん、強いよね。序盤、中盤、終盤、隙がないと思うよ。だけど、おいら負けないよ。本局への意気込みをお願いします。駒たちが躍動するおいらの将棋を皆さんに見せたいね。ということで、どこかで そうですね。まあ今期ね、どこかで誰かがこのようなインタビューの受け答えしてたのは、私も知ってるんですけど。そうですね。これなんてコメントしたらいいのかよくわからないんですが。